こんにちは、小助です。今日は宮城県の気仙沼市にある、スクエアシップっていうコワーキングスペースに行ってみたいと思います。スクエアシップの簡単な紹介なんですけど、 Wi-Fi 完備、コンセントも完備、食器の利用 OK、 台所も利用 OK で、ウォーターサーバーも利用 OK で、ウォーターサーバーは近くにマグカップとかインスタントのホットレモンティーとかコーヒーとかも置いてたりします。利用時間は朝の10時から午後の9時までで、日月休みです。ここのすごいのが年会費1000円です。1000円、年会費、月間じゃないです、年会費。こうすごい施設自体がめっちゃ綺麗で、ちょっとだけこう散歩しながら紹介していければと思うんですけど、見ますかね、なんかこのおしゃれな木の作りの感じとか、夜とかもすごい綺麗なんですよ。あとこっちは海ですね。向こうとかに行くとカフェとかもあって、結構もう一日過ごせる感じの場所です。はい、というわけで宮城県の気仙沼市にある、スクエアシップの紹介でした。はい、こんにちは、小助です。今日は宮城県の気仙沼市にある、スクエアシップっていうコワーキングスペースに行ってみたいと思います。で、スクエアシップの簡単な紹介なんですけど、 Wi-Fi 完備、コンセントも完備、食器の利用 OK、 台所も利用 OK で、ウォーターサーバーも利用 OK。 利用時間は朝の10時から午後の9時までで、日月休みです。で、今日は撮影中が9時50分ぐらいなので、もうちょいしたら行こうかなと思います。で、ここのすごいのが年会費1000円、月間じゃないです、年会費、年会費1000円で、ウォーターサーバーもちゃんとコーヒーとかも飲み放題。施設自体がめっちゃ綺麗で、ちょっとだけこう散歩しながら紹介していければと思うんですけど、見ますかね、なんかこのおしゃれな木の作りの感じとか、夜とかもすごい綺麗なんですよ。カフェとかもあって、結構もう一日過ごせる感じの場所です。バランパンプルトゥルこんにちは、小助です。今日は宮城県の気仙沼市にある、スクエアシップっていうコワーキングスペースに行ってみたいと思います。スクエアシップの簡単な紹介なんですけど、 Wi-Fi 完備、コンセントも完備、食器の利用 OK、 台所も利用 OK で、ウォーターサーバーも利用 OK。 利用時間は朝の、10時から午後の9時まで、日月休みです。ここのすごいのが年会費1000円です。1000円、年会費、月間じゃないです、年会費。あそこです。あ、トラック実際中に入って撮影していこうと思うので、ぜひ続きは見ていってください。すごい施設自体がめっちゃ綺麗で、ちょっとだけこう散歩しながら紹介していければと思うんですけど、このおしゃれな木の作りの感じとか、見えますよこれ、夜とかもすごい綺麗なんですよ。あとこっちは海ですね。いや、すごいな、めっちゃ綺麗だな、やっぱ中こんな感じです。見えてる。向こうとかに行くとカフェとかもあって、結構もう一日過ごせる感じの場所です。ぜひね、この宮城県の気仙沼市にあるアナウンス流れてるんで一回。はい、というわけで宮城県の気仙沼市にある、スクエアシップの紹介でした。こんな感じで僕のチャンネルでは東北のコワーキングスペースとかも紹介していこうと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。